何が作れるかチャレンジ。私が恐れていたこと、左です。ちょっともう分かんなくなってきた。おいしそう、おいしそう。はい、こんにちは、ハルミン食堂やってまいりました。と言いたいところなんですけども、今日はなんと企画を秘密にされております。何をやらされるのでしょうか。すごく怖いんですけども。じゃあ早速、はい、目の前にある、はい、黒いやつ、これね、はい、右と左に食材を置くので、はい、それを選んでいただいて、選んだもので何が作れるかチャレンジ。本当に恐れているよ、これ。私が恐れていたこと。あー、できるかな。3チョイスあります。3チョイス、はい、わ、はい、かりました。まあまあやってみましょう。じゃあ右か左、ファーストチョイス。どうしよう、右。はい、セカンドチョイス、はい、右か左。左です。はい、次、最後、食材最後、右か左、どっち。じゃあ左。左、はい、はい、では鍋かフライ、右か左。右。開けていい。では目を開けてください。あー、玉ねぎでしょ、鶏肉でしょ、レンコン、フライパン。なるほどね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。何がいい、何にしたらいいの。つくっちゃつく、つくっちゃつくわ。じゃあ、じゃあ、やってこうよ、もう。今日のコーディネーターこちらです。今日は、グレーのワントーンで、まとめてみました。 T シャツをインして、よりこうゆるっとしたニットなんですけど、よりカジュアルに見えるようにレイヤードしてます。じゃん。はい、じゃあレッツゴー。はい、じゃあ早速改めて紹介すると、鶏肉、玉ねぎ、レンコンなんですけど、まあ、普通に鶏肉を切っていこうか。確かに。生姜あるよね。生姜、生姜、まあいいや。ちょっととりあえず進めていこう。皆さんなら何を作るの。カレーだよ。あー、確かにカレーだね。カレー粉あるの。ないよ。ないでしょ。冷蔵庫にこの野菜いつもなんとなく入れてるみたいな、あんまないんですか。だいたい玉ねぎと人参入ってる。いつもでも作るもの決めてから買うの。決めてから買いますね。あんまりなんか味噌汁とかはよく残り物で作るって言ってたもんね。そうですね、お味噌汁残り物で作る。この企画本当なんかちょっとやっぱやばいな。腕の見せ所ですよ。やだやだ。これぐらいにしとくか。切ろう。でもなんかこれ誰かと一緒に作ったりしたら楽しいかも。知恵を出し合って。そう、知恵を出し合ってワイワイ作ったりとかしたら、友達とかね。今日は一人で頑張ります。お肉は何を買うことが多いですか。豚肉、豚バラが多いですね。豚バラ大好きなんですよ。ちょっともう分かんなくなってきた。もう分かんなくなってきたけど、ちょっと待って、やってみる。みじん切りだ。うまくいくかは分かりません。
をして、美味しそうじゃない？うん、でも本当はすりおろしたかったの。カメカちょっとだけね、やってみる。考えてるんですか、無言の間はこの後どうなるかを。いや、もうどうなるかを必死に頭の中で想像している。お、どうなりそうな感じですか。美味しくなりそうな気がする。ちょい上げたいんです。うんとか言って奥でうなずいてくれて。やっぱ料理し慣れてるから、その上げるっていうところへためらいなくいけるのがかっこいいです。本当、うん、最後の味付けを何にしようか迷ってるの。あんまりこう創作料理は普段しないんですか？でも余り物でするっちゃするけど、うんうんうん、でも大体この味って決まってるから、なんかしかもこんな工程つけない、余り物に対して。いい感じ。お味噌にしよう。ごまもありますよ。ごまもいいですね。スプーン 1.5 ぐらい。使いますね。私砂糖使わないから。一杯分ぐらいお酒。ごま油にしましたか。ごま油にしました。私炒めるときトングいつも。そう、楽ちんなの。ちょっと取れるしね。そう、おいしそう、おいしそう。そしたらそこに味付け。これも一緒に入れちゃう。おいしそう。どうかしらね。おいしそうよ。もうちょっと味付け足そうかな。ちょっともうちょっと足す。ちょっとだけ。濃いかな。まあいいか、ご飯が進むということで。よし、完成。じゃーん。あれは鶏とレンコンの味噌炒め。簡単だけど。じゃーん。どう？美味しそう。ちょっとね、追いごまします。ちょっとごまなんかかけてみてはどうでしょうか。はい、できた。頑張ったよ。はい、完成しました。無事に。お疲れ様です。今日なんかすごい達成感ある。なんだろうね、やっぱ即興を人前でするってなんか結構、まあ食べてみないと分かりませんから。いただきます。うん、揚げて正解でした。うんうん、味付けどうですか。ちょっと甘め。最初に生姜で下味をつけたから、なんか甘いだけじゃなくて、ちゃんと香ばしさがある。うん、鶏肉美味しいじゃん。
どのタイミングぐらいに完成形が頭に浮かんでた感じですか？最初からこうこうこうしてこうしてこうなればいいなって思ってたんですけど、作ったことがなかったんで、揚げた鶏肉とどう馴染むんだろうみたいなこととか、あと醤油と生姜で下味つけたのがいい風になるといいなって、なんかお味噌で最初味付けしたから濃すぎないといいなとか、うん、そういうの考えてたりしたけど全然いけたね。美味しかったです。はい、グー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 、なんかどっかで見たことあるね、しかも名前一緒だし、やばいね、名前一緒だったしみたいな、江戸はるみさん。はい、ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。ですね、コメント欄などに、見たい、こんなことやって欲しいなとか、こんなこと聞きたいなってこととか、どんどんください。皆さんの意見なども取り入れさせていただきながら、もっともっと楽しいことをしていけたらなって思うので、ぜひ何でもお待ちしております。ぜひコメント欄に書いてください。今後もマイペースに頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。では次回お会いしましょう。バイバーイ。